徳川綱重は、開港府藩主。江戸幕府第三大将軍、徳川家光の三男。母は、側室の夏、養母は、天寿院、乳母は、松坂局。母、夏が綱重を解任した際、父の家光は役土師に当たっており、最悪を避けるために、姉の天寿院を養母とした。百五十一年、開港不藩十五万国に封じられ、上知として、 甲府城を与えられ独立した大名となる。所領和会、武蔵、信濃、駿が、大海に散在した。ただし、将軍家の一員として、江戸の屋敷で生活していた。その後三義に部人がなされ、その闘名から甲府最相の異名で呼ばれる。1654年、甲府浜屋敷が建築される。1678年、兄の第四代将軍。 イエツナに先立って35歳で死去した。墓所は東京都港区増上寺。1959年に移転改築された際、6月から9月に遺体の調査が行われたが、4死骨から推定した身長は160.1センチメートルであった。この調査については、鈴木直の骨は語る徳川将軍、大名家の人々、増上寺、徳川将軍墓とその遺品。 遺体を参照。弟の綱吉が後に、第五代将軍となったが、子がなかったため、綱重の長男、綱豊が綱吉の養子となり、家の部と改名して、第六代将軍となった。政治は、関化かを抱えるなどが苦悶に理解があり、甲府に、湯島聖堂と同様の聖堂を作ろうとした。綱重自身が海へ赴いたことはないが、 津波劇には在国の家臣団が主導し、釜梨川の治水における徳島関の改削などが行われた。仏家館長期によれば、津波劇派自然と、権威備えり、豪遊あり手者参考の意地なく、業績悠然として、聡明英知のご器量たりと評されており、その人望は、極めて高かったとされる。死因は、主害というが、不明である。日付は、 旧歴参考資料イコール経図ズ産用、第二本資料総合データベース徳川綱重、造成遺体将軍の事例、秋広すくねき子県中納言玄阿村綱重。県右小弁、藤原阿尊英志伝戦県中納言、藤原阿尊友方船。笹ぐ直与、非造成遺体、進む軍車。宝久市7年8月23日。 修理東大寺おさらぎ長官主殿かしらけん、左大師匠、慶明宿根明弘アキササ古建中納言言アソンつなしげ、右小弁、藤原阿ソンエーシデニエ中納言、藤原阿ソ友ともかた直を立てまつるに、よろしく正遺大将軍を送られるべし者、法営7年8月23日、修理東大寺大仏長官主殿かしらけん、左大師匠、 ケヤキスクネアキヒロタテマツル、ありがとうございます。